キューバはずっとね、はい、チームができてから2セットができてますね、はい、テリエスの1セッターのが時たま考えるとその安定するんじゃないかという気もするんですがね、でも我々にしてはやっぱり、常に3枚攻撃があるってこと自体が怖いですからね。あ、そうですか、やはりね、センタープレイヤーは一番嫌ですね、2セッターのチームとやるのは。そうですか、はい、3、ブロック、しかしブロック決まっています。170センチのチャンが思いっきりこのブロックにつけてしまいました。なんか壁かなんかに当ててるような感じですね。ルイス、やはり決まります。22歳のルイスです。もう今大会のワールドカップの顔。ここで韓国が作戦タイム2回目。さらに磨きをかけた新鮮な生クリームたっぷりのチョコレート VIP。 チョコレートは今生感覚、本物は光る。生クリームチョコレートはロッテ VIP。 彫刻と自然、その空間に挑戦。空間の魔術師勅使ヶ原宏の世界が彫刻の森を彩る。アートリゾート箱根彫刻の森美術館。浜辺のサザン、ゲレンデのユーミン、プレゼントにはとびっきりクリスマスなビデオです。苦しくったって悲しくったって君に会うためなら平気なの。バボちゃん、世界へ。そうね、興奮しないで。あんたが今だからあいつを出したから僕はバカ野郎って言ったんじゃないか。心が激しい愛に惹かれていく。ポイントは11対4。この第3セットは大差がつきました。キューバが7ポイントリード。ドリブルですね。韓国ドリブル。12点目がキューバ。まあ、言えばサーブポイントみたいなもんですね、今は。はい。はい、そのいいサーブを打ちました、ベル。これまたセッターには帰りません。チャンです。ブロック。さあ、ルイスに上げてほしいですね。あ、いや、ライスに回します。ルイスが一応レフトで開いていましたが、1番。ライトに回してオルティスが打ちました。13対4。ルイス、すごいスパイクです。もう本当すごいとしかこう形容できません。さあ14対4、キューバあっという間にマッチポイント。ブロックは決まっています。試合終了。第3セットは15対4。さすがに強いキューバ、韓国を一周しまして7戦全勝で完全優勝を成し遂げました。第1セットが15対8、第2セット15対12、そして第3セットはそのキューバの強さを見せつけました。15対4、ストレートでキューバが